っていう館長様からあの一言をご挨拶をありがとうということで、本当にお世話になりましてありがとうございます。年に一回かなかなか来れずに、日曜日がちょっとお寺が法事でめちゃめちゃ忙しくて会わなくて、まあ、ご無礼がたくさんしているのか、まあ、この蓬莱4月、12月の1月すごいですね。本当に野先生のご苦労をですね、あの深く感謝をしたいと思います。普通、まあ、一生涯布教師としてあの活躍なされまして、全国をまたにかけてやっておられましても、せいぜいこの集まりは3回忌までぐらいでございます。本年は25回忌にあたります。私の方でも1月13日、6日には両方会議して受け継いでのご講師ですし、もう一回29日に野先生にご講師をいただきまして、受験先生をお忍びにいただきまして、あのご法案をいただく予定になっております。もしご都合つきますれば、29日は土曜日でございます。午後1時半から両県の文化というのがやりまして、受験先生をお忍びする会議、瑞賢先生の遺言は、私は墓におらんで、私の墓は本屋と言っておられていたお言葉、ここに全てがかかっているわけでございます。まあ、私どもとしては早くから23回忌を務めてなかったもんですから、25回忌には何かやってくださる野先生とも出資して、体系とかいろいろな本を大きくして、やっぱり本棚の近くに並べてもらって、これ我々の一番大きな仕事ではないかなということを考えておったんでございますが、これから、まあ、館長さんにもそのことをちょっとまたやっていただければですね。でまた若い方々はいろいろその前の体系はこう師匠でもしようじゃなくてし合うというふうな、これをこうしように直したらいいのかどうか、これ大きな問題でございますけど、まあ、現代人に読みやすいように、するべきかどうか、これは野瀬先生のご裁断を仰ぎたいと思いますけど、どうか一つやはりこう最も浄土真宗は瑞賢先生に集まっております。ご恩は深く、まあ、こちらの本当に、怠けと言いますか、言っていただくことばっかり反省の毎日でございますけど、浄土真宗は瑞賢先生にありということは私は間違いないと思います。本当の救いご安置とことんまでお尽くしいただきまして、瑞賢先生に会わせていただいたことを私も若い人も本当に一堂にも大きなご利益をいただいております。深く野先生に、感謝して、台湾にも何回も行って叩いてもらうんですよ。痛いのなんのって、私も5月に小泉さんともご一緒に行ったんでございますが、真っ赤になるぐらいですね、背中に叩き回されました。先生はこの度足を叩いてもらうし、確かお元気でまたお帰りいただきましたどうぞまた本当に唯一残っていただいております、本当のお弟子様でいらっしゃいます。野先生やっぱり96歳超えていただきまして、まあ頑張ってますどうも失礼いたしました。ありがとうございます。
今もおっしゃってたんだけどね、6年前に初めていただいてもらった初めていただいてもらったんですけどね、それから6年経ってでね、非常にそのやっぱり人間というものを生きた動物ですので、話が言葉は通じないですね。言葉は通じないけれども、僕は台湾人やから通じないんだけども、やっぱ心は通じますからね。叩いてくれてる間にね、だんだんとこの接近してくれるんですね。そしてこっちが、いろいろと気遣っているようなところまで手を回してくれましてね、でわしがついている境に大丈夫って言ってね、もうそして毎日のように電話かけるか顔出しに来てくれるんですね、こんなこともよっぽどないねんだろうと思う。そうですけど、叩かれたときは、また叩かれるんだと、それは正直ありますね。ありますけどね。けど、叩いてもらっても、済んでしもたら、ほっとして、あとは、よう立ててくれたなと。しかし、そこまで、叩く方も大変。あれ、叩きますとね、相手の、悪いものがみんな自分のとこ来るんですよ。それから何十年いつも噛んでるのは瓶ろうやしっていうのをね、前を口の中に入れてね、いつも噛んでるんですよ。ほいでそれに中へその毒素を入れては吐き出すんですよ。だから相手を、だから病院さん、お医者さんなんかでも、病院さんを絶えず治療してた、その病院さんの悪いものを自分が吸収するんですよ、それを承知の上で、相手の身になって、自分がその人の病気を吸うというわけです。その代わりに自分がそれにかかってもらったら困るから、それをヤシの身にかじって、で途中でみんな、だからもう暇があったら口の中がやしかんでますわ、だから、正直なものですね、昔のものがやっぱりみんな入っているものは叩かれると出てくるんですよ、出てくるんですよ、だから若さん帰ったから今の若坊さん最初連れて行った時には ここにアトピーのな、アトピーにかかって、そしてそれに親の薬を塗るんだよね、メンタムのようなものでしょうね、そういうものを塗るんです。それが体の中浸透していくんですよ。そいつがもう10年か何ぼかの長い間のやつがね、叩かれるとみんな出てきるんですよ。だから薬でも、ほんまの薬を飲んどいたらいいけどな、そうでない、いい加減なイカ様もんの薬飲んでたら、体の中どっかに入ってますよね。それをちょうど今今日は持ってきてないわ、あの次の代わりについてる棒でね、棒それを束にしたやつ、それでバーンバンコ叩いてくるんですよ。ほんと初めは真っ赤になるんですよ。真っ赤になる間はまだないんですけど、今度それをもう一つ胴を越すと黒いやつが見えてくるんですよ。それは大昔のやつが覗きようんですよ。それを出すんですよ。そしてこう出して叩いて、この指先の
ここまで、そうだ、こう、戦いの時に痛そうなんです。で、この、ここからみんな、外へこうじゃ、引き出すんですよ。日本語ができないから、お父さんは日本語の学校の校長先生やったんですけど、けど、親が日本語を勉強すぎて言うたのに、親の言うこと聞かなって今、後悔してるって言ってますけどね。けど、よくは非常にすぐな超よく種族での生き方をとっていますね。ということは、ご飯は1食か2食、夜は寝るのは3時間ほどしかねえと、あとはいらないんですね、そして人をたたえて人の毒をみんな自分が吸収してあげると、で、非常球団を最初に初めて初対面で見てやろうって言ってこい、あれが従業さん大胆なんですよ、正直にそっと裸になった、だからもうバーンと洪水さんが逃げてもたんですよ、心臓が弱い裸に叩かれて、ここでこのことで、もし、もしこのことがあったらかなって言って逃げてもて、もうどないしたかと言って男なんだよ、けど従業さんに叩かれて痛いけど、もっぺん叩いてほしいし、もっぺん痛いって言われた、そういうやっぱり、これ千年以上の昔の中国療法があるんです、多作療法って言って、叩くって言って、三次編にこの砂ですね、多作療法っていうのがあるんです、ちょっとヨガ、ヨガ、ヨガ有識、ヨガ有識という、まあ、仏教とは多少縁があるんですね。仏教そのものではないんですけどね。だけど、この般若心経と今後般若経は丸暗記してますよ。丸暗記してます。なんで、やっぱり仏様は大事にしてます。私らに対しても非常に仏教徒としてですね、敬意を表してくれます。だからどんな仕事をするにも命やってのものだねやから、だからあんたの命をわしが守ってやるっつってね、どうでしょうね、わしの言うこと聞け、聞けないね、聞いてくれっつって、初めは機嫌悪いに思ってたんですよ。だんだん、するとな、わしの言うことを聞いてくれって、ね、これにはやっぱ頭が下がります、そしたら、どうぞ叩いてくださいいや、ほんまそうです、でこの古島さん、古島さんもこれなかなか敵に辛抱やっておられ、私らでも要辛抱というほどの伊沢さんに耐えてやってやっぱり仏法精神と言いますかね、ギター精神と言いますかね、相手に同心していく、その時は相手の悪いものも吸収してあげなきゃならん、それを平気でやるんですね、僕は背中をさっと見ただけでですね、最初に6年昔やったけど初めて背中を押さえて、で、ボンボン叩いて、時に、珍しいタイプだ。あなたの先祖は、4代までぐらい遡って、大変な修行をしておられますね、って、言うて、言いましたね。で、修行なんてしてません、って。大乗仏教やから修行なんかはしてないけども、修行はしてないけども、まあ、如実修行と言われる、ね、正真念仏という修行を、
してますって言って、まあ、言うてこちらの方ではこの人には喋ってたんですよ、正真念仏の修行をやってると、まあ、3代目、4代目まで、もや私のおばあさんの親ぐらいはですね、そら、エンマさんと言われるくらいのですね、あれ厳しかったんですよ。お寺さんが逃げていったくらいですからね。お寺さんが怖いって言って逃げたくらいで。で、お伊勢さんから、伊勢神楽っていうのは、お笑いに来るんですね。正月に過ぎますとね。ほんと、苦情してましたので、ね、苦情のとこ挨拶に行くんですよ。伊勢神楽参りましたって。どうぞよろしく。お笑いをさせてくださいって。そしたら、うちのそのおじいさんは口をしてましたのでね、ここは浄土真宗でござる。お伊勢さんの厄介になる用事はござらん。よそ行きなさいって。入れてもらえないんだよ。よそよその大将ね。何遍でも出てきて、今年の口を頼んだりやつって。だから、藤助っちゅうんだよな。藤助さんやつ。あかんわ、エンマさんや。言うたら中、まあ、そういうの流れはありますからね。だからやっぱり正真念仏の、そういうものがやっぱ分かるらしいですよ。だから心というものがですね、流れておると体にまで出ておるそうですよ。それが彼氏には分かるち。ネルダデンばかりやっとると。で、ボン、ボン叩いていく。でも、背中は叩いても、その黒いものが出んちゅう。赤はなるけど、黒いのが出んちゅうって。これは珍しいちゅって。ちょっと台湾にはいませんが、ちゅって。そういうことから、えらい心出すしてくれましたよ。せやから心出してもらえけど、戦えるのが痛いから逃げてもらえた。最近ですよ、ちょっと。私は真っ黒で。綺麗。真っ赤。真っ黒。形神一如と言ってね、形と心とはね、やっぱり、隠せないものがあるんですね。だから、ね、仏法者、念仏者は、にはそういうものが流れてます。それでもそら何か疾患があったらね、病気があったら、それはその時はその幹部がやっぱり傷んでますからね、叩かれたら悪いのが出ますから、しかしそれはやっぱり臭かったようにして言いましたね、死ぬまで治療はしなさいよ、もう治りましたということは絶対にないと、人間生きている限りは根があるんやから、えらいこと言うたね、生きている限りは病気の根はあると、だからどこそこの病院行って治してもらいました、完全に治りましたと、これは嘘だから西洋医学に騙されたらあかんと、これはあれはえらいこと言うたな、なるほど、その通り。我々煩悩不足の煩悩である限り根はあるんですよ。死ぬまで三世の五章をずっと続いてるわけですよ。続いてるわけですよ。これも どこの病院はよく聞くわ、この方は名医やから、そんなことはないって。で、新鮮というところでお世話になった時に、そこのこれは中国大陸のなかなか名医と言われたぐらいの人でしたからね、その人が最初、まあお世話になりますって言ったら、そしたらしばらく5分か10分足らずの間やったけど、相手になってくれてな、そして病気を治そうとしたら、まず心を
心をちゃんとしなさいということは、ご恩を忘れるような人はダメです。ご恩の一番大きなのは親のご恩です。親不幸が病気なのは当たり前や。親不幸と人に親切のできんような人間は病気なのは当たり前や。それから治しなさいって言うてね、で私の顔見ながらね、あんた因果因果って言うて説教してるやろってそこやって、うん、あれは未だに忘れられない、うん、だから仏法第一、人には親切、親には孝行、人には親切、これを忘れたら病気になっても当たり前や。そしてあっちの病院走り、こっちの病院走りしたって、そんなもんは本末転倒やって、うん、それを各量産っていうんですよ。100キロの堂々たるタイプのお医者さんやった。早いけど新鮮でしたね。あれは新鮮でしたね。まあそういうようなこともやっぱり仏法外のところからやっぱり仏法的なもののね、大事な物差しをな、常にこう教えてくれておりましたわ。まあそのことの話もそのぐらいにしておりまして、この1月も正月ですからね、我が国の教主聖徳王の聖徳太子の世間故下唯物是品というこのお言葉を中心とされた先生の素晴らしいお言葉が見つかりましたので、これ台湾で見つけてきたんですよ。台湾でいろんなものを持って行って、でそこで原稿整理してたらこれが出てきたんですね。仏のみが真実であると、聖徳太子は世間故下唯物是品、世間は故下なり、ただ仏のみこれ誠なりと教えられている。世間が苔であるとは、人生は夢であるということである。仏のみ誠であるとは、仏語のみが夢の世にありて覚めているということである。仏法を信ずる者は夢の世に生まれて同じく夢を見つつある人と共に夢を見て暮らす人で、また夢の中で死んでいき、未来も苦しき地獄の夢を見る人である。誠なく誠あることなき、不気味者もとき人生を送る人であると、素晴らしいところの言葉ですね。仏語は誠であり実である、その家は仏のみが真実であり如来のみが真実であるからである。実語者は如来である。如来を信奉し如来の言葉に信順する人は夢を見るということはできぬ。それが唯物是品の意味である。如来の一語は人人未明である。如来は実語者なりって言ってね、あるいは真語者なり如語者なり不応語者なり不異語者なりって5つのでね、仏様の言葉というものは真実を5つに分けてな、だからお経の中に述べられています。だから仏様のことは、仏はこれ信語者なり実語者なり、如語者なりと、
もう5歳になり、次5歳になり。5つには例の前頭代理が官業者の中に仏はこれ実物の人なりにして、如来は如来を除けて実物実物の人はないと、だから誰の言うことを聞くのかって仏様の言うことより他に聞く人はないって言うことをな伝道大師が述べていらっしゃるね。仏はこれ一度もの人になるって。だから、ほんまのことを言うてくれる人は誰やと。これを探さない感じ。世間の人の言うことをばっかり聞いてたら、これを忘れてしまって。でそれでおのずから、真実如。不を、不意と。不をというのは、これ、嘘をつきなさい。たぶらかすということです。人をたぶらかす。不意語者というのは、二枚板ということです。あっちで言うこととこっちで言うこととは違う、話が違うんです。この仏はこの五つの言葉を持って、修行を我々を協議してくださるということ。これは、今後今日だったかな、ね、中に入れておりますね、30代ぐらいの時にね習ったんですよ。だから若い時にやっぱり一遍習っとかないかんですよ。一遍聞き一遍習っといたら80になってもなるほどなるほどなほっと伝道大師ああいう方が実務の人になりし時はこれいつもの人なりして時を除いて未だ本場のことを言うてくれる人はないっつって、じゃあお釈迦様親鸞聖人七高僧これみんな実務の人やと、だからあんたは誰の言うことを聞くのかっつって、あんたは誰の言うことを聞くのやつ、新聞に書いてあることを信用してるんかっつってこんなものはみんな嘘やと。だから世間こけやと。そのくらいの、この、薄力っていうか、見識は持てないから。それを仏様のおっしゃる、この5つの、神魔者、妙者、不義魔者、不合魔者、実魔者と、隣のおっさんと同じように思っているからやな。ゲラゲラ話は嘘じゃねえなって言って、昔から言われた。そうじゃねえなって言って。ゲラと違うって。ほんまやし。だから、ほんまを探す。ほんまを探すのに骨が折れるんですよ。親鸞聖人もほんまを探すために命がけになりなかった。そしたら最後、ほんまのほんまは、阿弥陀仏の本願やっただよ、つって。それはお前のためのご本願。お前を、お前と見抜いて、お前一人を助けるための、骨を持ってくださっている親切のほとばしりが、仏もとして現れてきておるんじゃと。それで初めて、お越しの本願を案ずるに、一人に信頼一人がためなりって、私の如来様と、あの私の如来様という、あそこの発見がやな、あっこに気がついたら、もう人生怖くない。それで、今もって教えられるのは、広島のおばあちゃんでな、九十で亡くなったおばあちゃんがな、まあ、よう弔問した人でな、
まあ広島一番の道明と言われるくらい、物知り道明をやったんですよ。まあね、ところが受験生のところへ、どうしても今死んだとなったら行けそうもありませんって言って、そればっかり言って、なんぼ言われても先生がどんだけ親切に手紙書いて教えてあげなさっても、その時は喜んでないんだけど、三日も経たない間に、そや剣道って言って、剣道剣道が出てきよった、で、何百枚って言ってハガキ出してあげなさった。そのハガキを私にポストも入れに行ったことで、その時に書かれたハガキのものを写したりしたのもありますがね、しかしこの育ちというものはやっぱり大事なんですね、松島和美か、そのおばあちゃんというのが母親がないんですよ、男親一人に育てて、私は一人で大きくなりました、父は事業家でしたから、私を雲の中一日立たしといたっち、昔は雲っちのがありましたね、雲であれ、言ってあるやろ、雲の中ちょんと立て、一日立ってんやつ、それは ご飯だけを口開けて食べさせてくれた、そんだけの父やったと。せやから母親の愛情ってことは知らん、せやから親様がわからん、なんぼ言われても親様ってことはわからん、みんな文部の自治からでですね、文部の解釈で判断してしまうんですよ、自分の考えでは不完全です。ところが、で先生ももうこれで落ちたらもう知らんぞよっていうハガキがありますから、そのくらい言うてやれない。で、ね、横になっていますと、最後の時に広島から3人ほど前に来る中にもその人に松島さん入ってったね。ほんで先生紙に書いて、耳鳴れ雀なる子にぞ乗るって書いて、これをやっとけって書いて、もう先生ね、亡くなる前やから、もうゴテゴテしたこと言うてられんから、耳鳴れ雀なる子にぞ乗るって書いて、ほんだらこれ誰にですかって言って、これあんたに汗で あげようって言うてはるって言って、私にって言ってほんだらまだもう一枚かかって、また耳鳴れ雀なる子にぞ乗るとか、もう一枚やっとけって言ほんでそれもらいながらですね、まだ自分では不満に思いながら帰っていきなかったよな。それから百日、先生がお亡くなりになってから百日目に私広島へ呼ばれて行ったんですよ。それからね、また20年近くお付き合いしましたよ。そしてその九十の年に松島さんがさ、おはようございますっつって、今日も参らせてもらいましたって言って、会場気がけの玄関先でつまずいてパターッと倒れて起きられへん、あれそこの幸い土曜日でしたから、まあ前が内科のお医者さんやって、で次にお医者さん呼んできて、あとは血圧がゼロになっておる、すぐに酸素吸入して、それで救急センターが送られて、それからその半年の秋に私見舞いに行きましたらね、そしたら頭をみんな買ってもらって、可愛らしいおばあちゃんになってな、でこういうものの周りをくる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 伝え歩きに回ってました、うん、そして言われた言葉が、すごい言葉やなと、先生喜んでください、私の如来様がおられましたと、私の如来様と
それまではみんな阿弥陀様を自分から離れた向こうの阿弥陀さんが喜んでください、私の如来様がおられました、もう言うことはありませんって言って、それから話になくなりましたね。だから人間ですね、如来は親様であるということを何ぼ聞いとっても、私の如来様やとおるよ、私の親様と、私の親様と自分と血がつながっているその間柄に、まあ、情的にまで結ばってこなんだら、純粋感情としてそれを結びつかないようなことやったら、最後はやっぱり死んでいけない、寂しい、それが残るんでね。それを最初に教えてくれたのは松島和美さんだった、九条でした、だからお母さんなしで育ったらお父さん一人で育ってな、だから母親の愛情を知らない、一日中雲の中で立ったまま、だから私は育ててもらったのと違います、一人で大きくなりましたよ、ね、って言って、よう言うてましたよね、80代の宮城の頃までまだそんなこと言うてました、自分一人で大きくなったよ、ね、って言って、だけどそれが最後に私の如来様でした、私の如来様ということがわからなんだやっていうことをな、あれはすごいことを私に教えてくれたなと、そこなんですよ。で、この物の中にね、仏様が声を出して私を呼んでくださると思うからいかん、声を出して呼んでくださると思うからいかん、仏様の存在そのものが呼び声や、奇妙人十法無欲光如来がそのまま呼び声である、仏の事実が呼び声である、それを声やと、お前たすぶるで言うてくれはっとるって言って、そんなことを聞いてるから、その声を探さと、その声が聞こえんと。それはね、仏様の全存在が声。これなんかこんなこと、こんなすごいことをここに言われてる。戻りますがですね、人人未明ということは一言でもって私どもの少女を離れ念の悟りに至らしめたものから、実語は花肌未明であり人人未明であり秘密の像である蔵であると、ここは涅槃経に述べられ、真の巻に真の証人が引いていらっしゃる、それは何か、いわく、南無阿弥陀仏の呼び声である、心配するな、守っておるどの一語であると、こう言われると、そういう声をな、私の耳に支えてくれる、そういう声を出してくださってるぐらいに思ってしまうんです、人間というものはな。そうじゃないと。獅子はウサギを捕まえるのにも、電力を持ってこれに飛びかかり、これを捕まえて食う。その勢いを獅子本陣の勢いというと。如来の三昧は獅子本陣三昧である。如来の本願は獅子本陣の本願である。如来の呼び声は獅子本陣の大音声である。心配するなの一言は、よく如来の全身全霊そのままのですね、全身全霊を全うしてということは、全身全霊そのままの聞くもの、よく万語の活を実するのである。仏様がこんな
我々の耳に録音機に入るような声と違うんです。それからの活動そのもの、土田様の存在そのもの、土田様の孤独の全体、それが声や。心配するな守って夜空の一言は二里円満の仏地大悲の大深海の水を一滴余さず注ぎ切られて私の耳から心の奥底まで至り届かしてくださるホースの大水である、大水である。この水によって私の山麓の大火は消え、疑いの山も突き崩されるのである。如来の四十雲神三昧の元心元力の大恩情は心配するなをもっておるぞの声である。その声はすなわち本願成就の名を信じ一方無猫如来である南無阿弥陀仏である。こう書かれておると仏様がおいおいちて声を出してくださっていると我々のこのボンボの耳に聞こえる声ぐらいに思ってしまう。そこがボンボの計らいで聞くからあかんと、仏様が声を出して私を呼んでくださると思うからいかん。奇妙人実法無下校如来南無阿弥陀仏がそのまま呼び声であると、事実が呼び声である。宇宙北海の活動が全部が呼び声である。獅子がお世話に一匹取るときも獅子の心の力も目の力も知恵の力も何もかもが獅子本陣の勢いとなって飛びかかる。如来は心配するな守っておるぞと獅子本陣の勢いを持って私に飛びついてくださったのである。大悲の跳躍、大悲の叫びであると。これが今後往来続いておる、今も続いておると。それを声で我々の耳で聞き分けられるような電話が、ね、電話にでもこの聞こえてくるような声で心配するな思っておるぞと言ってくださっておると、そんな小さな声と思っているかと。声と働きと声とその如来様の全身全霊と話したらあかんと。その声は獅子のうなりであり獅子の力である。如来の呼び声の中には久遠の心象、久遠の悟り、星を星の悟りもこもっておる、星を界の孤独ももとよりこもっておる、願も行もこもっておる、仏地大悲の有竹大誓願力摂取修行力もこもっておる。しかし本部には難しいこと言うても分からんから、優しく優しく如来の知恵自由方便 ですね、優しく言うてくださっている。それが逆にあだになってしまった。心配するなの一言があまりに簡単であるから頼りがないように思うのであろうが、それなれば何か頼りになるものを探してみるがいいと。聞く耳もなく信ずる心の力もなく地目行足かけ、その上に三毒の駒は、三毒の煩悩の駒は狂い詰めでないかと、あまりに贅沢を言うでないと。心配するなの一言で如来様の大慈悲心の親心がまだわからんかと。如来エコーの大新人を世間一般の紙新人ぐらいに思っている人が新宗教徒の中にも多く、また新人さえあればお浄土へ参れると聞いて新人を栄養にかかり、如来エコーの真実心がどんなものやらわからぬ人が多いようであるが、それというのも直面ぐらいでと思っておるのでないか。厳しいでしょ、直面は心配するな守っておるぞの一言であるが、その一言の直面があまりに簡単であるから信じもたえがないと思うのであろう。そこにそもそもの誤りがあると、
歎異抄には皆の誓願不審に助けられ参らせてとあり、また親鸞におきて和田田念仏して皆に助けられ参らすべしと、良き人の仰せを被りて信ずる他に別の死なきなりとおせられてあり、それつまり心配するなである。高僧方のお言葉を信じずして、どこに本願を信ずる手がかりがあるのか。良き人のことを信ずるは、直ちに本願を信ずることである。良き人はどこにおられるか。本当に信用のできる出雲者と出雲者に該当するお方がどこにおられるか。また小重の結びに、いいから紳士構想せと親鸞上人自らお手本を示してくれました、うん、だから小重の結びはいいから紳士構想せと、始まりは君は無料人の役から始まる。だからその良き人、良き人を、良き人と本気で仰ぐことができないような状態で、誰の言葉を聞くんかと。一切経を拝読することによって知られることは、仏の知恵と慈悲と修行と修行の完成の偉大さである。仏様は凡夫と本来違ったものであることが知れてくる。凡夫の小さな猿獣を振り回したがる者は、一切経の一巻でも拝読して我が身の知恵浅くして、在所に汚れた凡夫たることをよくよく反省するがええ、うん、一切経でもでも読んだら、話の心経一つでも今後経一つでも、うん、本気で習うたら、凡夫がいかに収まってやるか、自分が、凡夫の猿人がいかに収まってやるかということが自然に反省できてくる、うん。先日も、この私が30代の終わり、40代の始まりぐらいに先生から、これなので上級さんからの、ご縁もいただいてですけれども、臨済録とですね、臨済録金剛経、また私が独語心経というものをほとんど個人で習ったんですよ、うん、連れを連れてこなって言うんです、うん、連れてきたらあかんって、新種もわからん人間にこんな話にしたら新種と前種とちゃんぽんしてしまうてわからへんなのかって、それで私がある人を連れて行ったんで、仲のいい人をね、ほんで怒られてん、もう来なって言えって言って、で私が余裕はなんか行こうと知ってことだったから、わしから言うたるって言ってね、あんた来るのまだ早いって言って、今頃こんな話聞いたら新種が帰ってわからんなさかに、もう来なはんなって言うて、叱られなと思った、そういうですね、臨済録と、習っていたのを、この前、香港の人にね、向こうは漢文の国だから、ちょっと見せてあげたんですよ。そしたら、アリアがすごいっつって、でそこへいっぱい書き入れして、一コマだから。で、先生がこう講義があるんですよ。講義は日本語でやるんですけど、それをこの人が全部、中国語に翻訳したんですよ。そしたらそれを聞かせてくれって言ってね、香港からわざわざあんた泊まりがけで勉強しに行きましたね、うん、で去年のホテルで、2晩泊まって、で2日うち昼間来まして、で臨済録と金剛経と独語心経と、うん、それを先生の功録を、私が日本語でやるの、この人が中国語で翻訳してるのと、それを無料に。そして、新種はすごいって。前種も皆新種になってしまうって言って。
言うてね、言うて感心して帰りました。それはあの新春の目玉でいただいたら前週も何もみんな安田さんの心の中よね、本願寺場の妙波乱って言ってくる山田門とかいう人がな、長沢の風伝寺で隣のお寺へ来てもらえて、で稲垣先生と一緒になられて、であの台風が来たために東海道線が1週間ほど不通になってみたことある、昔のことですけどね。でもう1週間ほどの間、ブラブラしておられて、で福田寺遊びに来られて、で蓮如上人の書かれたものがいっぱいある、それを見に来られて、と福田寺の和尚は新書しか知らんから蓮如の和尚相手に話ができん、で平和でこの先生がみんな全集で相手になるな、ほんで他の電子のあの、ご連中がそばで聞いててね、稲垣先生ほんまのことを言うてほしいって、あんたは一体全集ですか新集ですかって言うて、青いな新集に決まったのかなって、ほんでもさっき山田門さんと喋っておられるのを聞いたら、どんなにしても新種の坊さんとは思いませんち、前種坊さんとしか思いませんちね、あれは芝居やっていう、前種の坊さんには芝居して人かなっちって、だから前女さんの御文書まで全部前種で解釈して話してた、ほんで向こう向こうで寄せ喜んで聞いていったんです。でその時に言ってたんだけどね、一体あの、仏法というものがどういうものが、我々の伝習やとか、天文や伝来というものは、あんたらはどんなふうに見てるんやって言って、なんか言われたらしいですね。そしたら、大海の妙波乱って一言で、あの、あの本願海の波やし、それが伝習や伝来や信言やって。みんな阿弥陀さんの波やねんって言ってこられて、でも山田門さんも稲垣先生はもう兜を逃れたんですよ、でそんな話も福田寺よく入れてもらいましてね、で御蓮師ともご安くしてもらって大きな絵ももらっていますよね、そういうふうにですね、一切経を拝読することによって知らされることは仏の知恵と慈悲と修行と修行の完成の偉大さである、仏様と門徒とはまるっきり違うということが分かってくると、煩悩即菩提、生死即涅槃とは大乗仏教の通説であるが、未だ海上への山岳において修道、未だ完成の域に達せず、依然として煩悩の三毒を燃やしているようなことでは、悟りでも成仏でも何でもない。ただ高等三昧に過ぎ、ここにおいて仏になり、成仏得道と。仏になり道を売るということ、下脱の道を売る、下脱を売るということのただ一つの道は本願一乗の大道あるのみである、このようにして知らされてくることにおいて我ら本願の一歩に相得たことは無常の喜びである、だから小道門もちょっと覗いてしまおいこけとこいて、で白眉禅師の独の修行なんかね、京都の古本屋で吉中堂というところで、手に入れて持って行ったら何もできたっちゅうて、僕も信用ですして読んでみて、読んでわからんとこ聞いてみて、でみんなわからんとことばっかりですけどね、
けど、駆け出しが面白いね。でも世界中の盆さんという盆さんをみんな縛り上げてしもたれって、そして口を塞いでしもたれって言うて、白雲伝人が言うてごらん。で、カタツムリ、でんでん虫かカタツムリに石の畑を耕すようなことをさすなって言って、これ何言うたろかって言って、これやったら分かるやろうなって言って、我々ボンボンは、仏道の修行となったらでんでん虫が石の田んぼを耕しているようなもんやねんか、ええかに自分の身の程を教えっていうことやつって、こんなことを伝子の大御所も言うてますのかって、そうやがなって、そやから時には伝子の本も覗いてみようちゅうにやつって言って、ほんとはその翌月から正月から順になってきたね、早速テキストを先生の方から用意してな、3人ほどにハガキで1月から読語審議をやりますから絶対欠席を許さんつって、ただし夜やと、だから彦根の宿へやってこいつって欠席は許さんぞつって、これに欠席するようなものはもうわしの話を聞くなつって言わんばっかの厳しい手紙が来て、そして1年か2年か読語審議を教えてもらったことありますので、それをこの間香港の人が漢文の原点を通してその時の公録が聞きたいと言うんです。でその公録を私は日本語で日本語でしかありませんから、それこの人が中国語に翻訳してやると、それとほうほうって言って感心して、で喜んで帰りました。じゃあ久保先生のとこも寄って帰ったそうや、うん、で金剛経と阿弥陀経をくれたって久保先生言ってはった、うんうん、だから、こっちが30代40代になろうと先生から習ったことがな、それから40年以上経つと香港の人がその話を聞きに来るんですよ、うんうん、そこに先生の活動が動いとるんや、ほいで喜んでる、ほいで浄土真宗というのはこんなすごいもの、これ皆浄土真宗になっちゃう、全宗も浄土真宗の中で、それを真宗は全宗と違うんやって言うてですね、言うて分けて、で禅宗はあかんとか天台はあかんとか言うて、そんなことを競争の上ではひとまず分ける手前もあるけども、配慮の手前で分ける手前も立場があるけども、いつまでも分けきって言うているものと違う、うん、大乗仏教っていう立場に立ったら京野真宗正の巻に立ったら皆一つの世界です、自体円満の妙意無常涅槃の国家って言うのね、煩悩即菩提生死即涅槃というところに行ったら一つの世界です、それは真宗は別やって言って、何を言うてんねやって、それでは世界に通用する真宗にならないんです、それを世界に通用する真宗に、引き伸ばして展開させてくれたのがこの蓬莱というんですよ、でこの人が我らから出てきたのもそこで来たんですよ、もう龍大で失望してたんですよ、せっかく龍大まで来たのに禅宗はあかん出家はあかん髪伸ばせって肉食べようって言って鏡さんまでが言うたし、そんなことを言うてる新種の観客さんやって、それが女性の先生やって
それはどういう立場でそれを言われているか、うん、そこが法然上人もおっしゃるようにですね、それ速やかに生じを離れんと思わば、しばらく西の消防 の中でしばらく浄土門を差し置いて選んで浄土門に入れと、浄土門に入ったら肖像二行のうち造業を捨てて商業に来せと、その商業に来すという中になってきたら、ジャンさんご一の序号を傍らにして症状の号、念仏を もっぱらにせよと、これは しばらく生じを離れんと思わば、しばらくそれを差し置けって言うと、いつまでもせよって言うてござる。そういう法然上人の、大事な大事な親心を忘れてしまって、新種は人種とは違うには、新種は新種が特別やって言って、新種は社格用と違うには、御嶽用やってなことを言うて、私らの子供の時は花祭りもせなんです、花祭りもささなんです、あるいは余震のするこっちやって言って、お釈迦さん捨ててまうねん。そういう歴史のお釈迦様だけを相手にしていない。ほんまのお釈迦様を、今実情の釈迦、それを忘れてしまった教祖、教学中のものになってしまったんですよ。それにこの人でも手を手。で、状態でもう飽きたらんつって、もう死んだ方がましやつって、ね、患者さんにもう廃業しなしてくれっちとこまで苦しんでるんですよ。で、やっと蓬莱へ来て、よかったって言って、これがほんまの仏法やったって言って、それで喜んで今、で今しきりにですね、こういうものをですね、みんな中国語に翻訳してるんですよ。みんな中国語に翻訳して、片っ端しか分からない。だから2、3日前もやっと仕上げましたけどな、大無量寿経大綱中先生の素晴らしい本があるんですよ。もうそれなんか体が震えたんですよ。で、毎日も朝の2時か3時までやっとる。中国に、東堂に台湾の出版社へ送るように、全部しましたけどね。原稿用紙、何百枚になった。200枚もなったやろ。125。125か。あんなものを中国人が読んだ、まあ、分かる人は出なかったら読めんけど、ね、この人は体が震えたっちゅうね、もうやめられんっちゅうね、ほんでそれをみんな日本語から中国に直していったんですよ。あんたは重いとこだね、大丈夫だね。なんか稲垣先生、わし箱の中におらんぞって言われるのはそこなんですよ。先生働いてこだね、本になって楽としてごらんね。で、台湾や香港まで出て出張していけない。あと向こうの人喜んで読むんやろ。で、こんな本は知らんって言って、日本の新種というのはこんなもんか、これはすごいって。それは日本の人の方がまだどちらか言ったらのんびりしてるんです。これは存学長にもおっしゃるようにな、分からんのじゃない、教える人がないからやっちって、もう5分、あと4ぐらいぐらいにしてみましょう。
世間では8ページですね、うん、世間では人から聞いたことが何になるか自分で体験せねばいかんというが、仏語を繰り返し繰り返しいただいておると一人でに体験が生まれてくると、うん、これは如来の体験が私の体験になったのである、うん、私は浅ましい愚鈍なものである、この浅ましい愚鈍なものに心配するなと一言直面をかけてくださったことよと、かたじけなくもったいなくありがとうに思うのである。この他に私の信心も知恵も行いも何もない。文部の思い出は助からぬ。如来栄光によって神知せしめられたものは今さらどうにもならん。これも文部の思いであるから助からんというのか。私は何も思っておらん。如来様が私を憶念し憶念し憶念詰めの真実心が心配するなの恋になって現れてくださった。その誠の生阿弥陀仏の本願力が呼び声で助かるのである。自分は人間は自分が病気になり家が貧乏してこういう親戚が寄りつかぬようになると哀れなもので、大型の人は悲観し果ては自殺でもしようかと思う。その時兵を聞いておった仏法が飛んでいってしまう。そのような仏法の聞き方では何にもならん。仏法は人間の幸福を富も名誉も健康も保有も家も財産も家族も先祖も何もかも身につける一切の衣を脱いでしまった丸裸になっての勝負である。丸の裸でいてそれで人間としての価値が人間以上になったら、依然として人間に止まっているか、凡夫か凡夫有のものになったら、そこのところが眼目である。そこまで掘り下げ掘り下げして仏法を腹に入れておかんと、まさかの場合に役に立たん。平素症状樹とか二人の暗いとかいうことを聞かされておるが、どこらが症状樹であろう、どの辺が二人の暗いの光であろうか。念仏者は念如来様と顔と顔を見合いしておるのが念仏の行者である。それを本願力を憶念して称名念仏いさみありとも言うのである。如来様と顔と顔との見合いは財産や健康や名誉の衣を着ての面接ではない。三毒の煩悩を抱えたまま丸裸の面接である。如来様と面と向かっている姿が南無阿弥陀仏を心配するなとの如来様のお言葉がかかれば、私の方としてはかたじけない、もったいない、ありがとうございますと南無阿弥陀仏となる。これが面と向かっている姿、これが気泡一体仏本一体の対面である。この対面を平然にしておる人は宇宙の間に孤独と悲惨と苦悩のどん底にあっても、かえって如来の光明はいやましに光り輝くことであろうと。まことに如来様の大深海は我々の知性を超えて深みがある。それが不思議に我々もまた我々の知性を超えていただけるのだから不思議である。何万人だろう。だからこの新人面もこれね、素晴らしい新人面、まあ、一編しか読んでませんけども、ね、まあ、聖徳太子の世間国から始まるんですけれどもね、何でも何でも読んでくださいよ、読んでください。手豆な人がいったら一ペンで持ってもいいし、筆でもいいから、字の上な人やったら筆にやな、筆で清書しと、一ペン書いたら5回や10回読んだぐらいの量ではあるんですよ。体中から入っていくから、体中からもう荒い筋まで通っていくよ。目だけで読んだり口だけで読んだりしててはまだまだ上がる。
ちょうど5時になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今からまでもう2月号の人事面を夕べ、まあ、用意して原稿には書き上げておきますね。まあ、必ず的にはまだ十分できないできたな。じゃあ、まあ、年明けの方からお忙しながらありがとうございます。